皆さん、こんにちは。知れたのチャンネルです。このチャンネルでは、高校家程以上の様々な講義を展開しています。今回は、生命科学1第2回、生物の多様性と共通性の講義をお届けします。それでは、参りましょう。 はい。こちらが本日の内容となっています。まず、先回の復習をした上で、本日のテーマということで、生物の多様性、また生物の共通性といった流れでお話を進めていきたいと思っています。うん、はい。では、えー、復習から入っていきたいと思いますけれども、えー、生物学というものをなんで学ばなくちゃいけないのかということで、皆さんにちょっと生物というものについてイメージをしていただきました。でその上で、 生物というものがどこがすごいのかというところで、ですね大きく4つテーマをお示ししました。その中でも今回は上の2つ、ですね生物の多様性と共通性と呼ばれるものについて深掘りしていきたいと思っています。はい、で本講義のタイトルは生命科学になっていますけれども、生命科学ってなんじゃいと。 さまざまな分野に関わる総合科学の1分野ということなんですけれども、えー、とりわけ、えー、生命の仕組みやメカニズムですね、生態現象といったものを細胞レベル、分子レベルで解明していこうと、またまあバイオテクノロジーとかっていうものについて勉強していきましょうよというような分野になっています。 はい。また今回は生命科学1位ということで、4小構成、生き物を形作る細胞から遺伝の話までしていければなというふうに思っています。はい。では、本日のテーマ、生物の多様性について見ていきたいと思います。はい。今、皆さんにご覧いただいているのは、すべて生物になっています。 えー、いかがでしょうかいろいった感想をお持ちでしょうかね、えー多,種えー、多種多様な生物の世界ということで、えー、ジンベイザメから始まって、ですね植物や、えー、バクテリアといったもの、目に見えないような存在まで、これらすべてが、えー、生物というふうにくく、えー、られています。はいえー、本当に、えー、多種多様だなと、文字通り多種多様だなというふうに思いますよね。 え形、大きさ、構造、全く違うのにもかかわらず、みんな生き物、我々と一緒と一緒である生き物なんだというところですね。ジンベイザメ、ハムスター、シアノバクテリア、で、我々人、プロテオバクテリア、フクジというところで、動物、植物、菌類と細菌類と、さまざまな、えー、生き物の世界です。まあ、こういったことをです、ねえー、よく生物分野では多様性というふうに言います。ダイバーシティですね。はい えーまあ、近年、ダイバーシティについての問題は、とりわけ取りざ、えー、たされることが多いですけれども、まあ、生物分野では、えー、昔から多様性というものは言われていました。あの生物多様性という言葉も皆さん、えー、聞いたことあるかなと思います。バイオダイバーシティというふうに英語では言いますけれども、また、えー、生物多様性については、えー、この講義、もしくは別の、えー、生態工学とかの講義で、えー、深掘りしていきたいと思いますが、まあ、ここでは、 いいいいろろんんなな生き物るだだだととうこけけえていただければ結構です、はいえー、身の回りにはさまざまな、非常に多くの種類の生物が存在しているねというところで,です、ね、われわれをはじめとする、えー、動物で、植物、菌類、細菌類、えー、こういった、えー、生き物たち、地球上には約180万種の生物が生息しているというふうに言われています。 でもこの180万種というのは、今、人間が確認できている生物種の数ですので、えーまあ、今、こうしている間にもどんどん新しい生物が発見されている。一方で、えー、人間が発見できるのはあってほんの一部にすぎませんので、未発見の種なんかも含めると、数数えきれない、数またの数の、えー、生き物というのが地球上にはいるんではないかというふうに考えられています。はい でまたこの多様性というのは何が多様なのよというとですね大きさ形構造こういったものが非常に異なってくるというところですねえ大きさだから言いますとジンベイザメとプロテオバクテリアでも何倍,何倍の違いなんだよという話でまた構造だけ構造について見ても全く違いますよね動物と植物でも大きく違いますはい全く、ま、その構造というのは、えー、人間が 目視でわかる大きさ形、形状だけじゃなくて、顕微鏡を使った細胞の構造、こういったものについても動物と植物では大きく違いがあります。はい、というところで、ダイバーシティ、生物分野におけるダイバーシティというものが重要な理由が分かっていただければと思います。 でこのダイバーシティをですね、えー、より目視で図式的に、えー、分かるようにしたものがですね、系統樹というものがあります。はい。これは何かというとですね、生物、生物同士、生物相互の類縁関係、近い関係、遠い関係、こういったものを木の形のようにして、えー、模式化したあ図形、図式になります。 これを系統樹というふうに言います。木の形をしているのは系統樹ですね。はい。こちら、下に示していますのが、えー、系統樹のイメージになっています。まあ、系統樹はですねあの、詳しく書こうと思ったらもうどれあかあの、限度なく詳しく書けちゃいますので、これはだいぶ、えー、簡略化している図というふうに言ってもいいかなと思いますが、えー、ちゃんとあの見てみますとですね、えー、色分けされているんですが、 すべてがですね、元を正すと、一本の線からスタートしているというのが分かるかなと思います。えー、手前から奥に進むにつれて、どんどん枝分かれしていっているというふうに思ってください、えー。そうするとですね、発端は一つの生物だったということが分かるかなと思います。ということで、この系統樹作成の上で最大の原則としてですね、すべての生物群、いろいろな生き物というのは、 共通の祖先、共通のルーツからスタートしたということが前提になっているというところ、これは頭に入れてください。はい、どうして共通の祖先からスタートしたなんて言えるのかということについては、また後々勉強していきましょう。はい、で、えー、この系統樹の系統という言葉ですけれども、えー、実はこれは生物用語ですね。 はい、何気なく系統とか言って、あのー、分かりそうな気もしますが、えー、系統というのはですね、生物用語です。どういうものかというとあの生物あの、生物進化の道筋だと思っていただければと思います。生物群同士のつながり、生物相互のつながりとか、進化の道筋、過程を示す、こういったことを系統というふうに言います。で、この系統を木の形で表現したのが、系統樹ですね。はい でですね、この系統樹を見る上で、えー、色が3色に分かれているのがわかるかなと思います。えー、これは理由があって、ですねあの、地球上の生き物というのは大きく3つに分けられるんですよね。3タイプに分けられます。それがこの3つなんです。えー、皆さん、どういうふうに区分けできるか、えー、イメージつきますでしょうかね。えー、まずは動物と植物でしょう、とで、動物、植物分かれて。 であとは金かなとかっていうふうに思うかもしれませんが実はこのくくりで言うと動物と植物というのは仲間です <laughs> 同じ、えー、類に属しますえー、って動物と植物って動く動かないで全然違う生活スタイルなのに一緒の仲間なのと思うかもしれません、えーまあ、このことからも分かるように地球上に本当に多くの生き物がいるなということが、えー、お分かりいただけるかなと思います では、えー、この各3色について見ていきたいと思いますが、ここでは名前だけご紹介したいと思います。まず左側のこの青色の枝分かれ、この部分に属する生物のことをです、ね、新生細菌というふうに言います。英語ではバクテリアですね、バクテアリアというふうに言いますけれども、えー、真に誠の細菌というふうに書いて、新生細菌ですね。はい。 えーまあ、どういうものがあるのかということは、後々お話ししたいと思います。で、真ん中の赤色の枝分かれ構造、ここをですね、アーキアというふうに言います。えー、もしくは、古細菌ともいうことがありますけれども、アーキアです。はい。今のところ、新生細菌、アーキアというのが出てきました。えー、名前的に分かるかと思いますが、我々は新生細菌でもアーキアでもなさそうですよね。はい。 我々菌じゃないよなと。<laughs> はいということで、我々え人はで人は、ね、最後の枝分かれ、茶色の枝分かれのところに属しますけれども、こちらを真核生物というふうに、えー、言います。ユーカリオテというふうに言いますけれども、真、え、核、ー、生物とアーキア、新生細菌、これら3つに、えー、生き物というのは大別されますので、ぜひ頭に入れてください。 では、えー、これら一体例えばどういう生き物が新生細菌だったり、アーキアだったり、真核生物なのということを疑問に思うかなと思いますが、あの一例をお示ししたいと思います。えー、こちらです、えー、まず、新生細菌ですけれども、まあ、よくバクテリアと呼ばれるものなので、皆さんもお,お,お分かりかなと思います。なんか浄化層とかでバクテリアとかって話が出てくるかなと思いますけれども、えー、こちら、左に示していますのが、 プロテオバクテリアという新生細菌の拡大図になっています。ほ他にはですね、名前見てもらえると分かりますけれども、シアノバクテリアとかね、あの卵巣類といって、光合成をする細菌ですけれども、えー、とシアノバクテリアとか、プロテオバクテリアとか、まあ、そういったものが新生細菌に属します。で、あのー、ちょっと難しいのがですね、アーキ,ア,ーキアという古細菌ですけれども、これ、新生細菌と何が違うのよと。 なんか古細菌っていうぐらいだから、なんかすごい昔からいる生き物なんだろうなと、細菌なんだろうなと思うかもしれません。えーまあ、これはですね、あのー、その細胞の作りとかがちょっと若干、えー、と違うんですけれども、新生細菌と。えーまあ、詳しくはあのー この生命科学の講義の中ではそんなに関わりませんので、あんまり詳しくわからなくてもいいんですけれども、例えばですね、ここに属するアーキアのに属する生き物としては、下には示してますけれども、高度抗塩菌という菌がいますけれども、そういったものがアーキアに属します。高度抗塩菌、すごい塩が好きな菌という意味なんですけれども、あの、高熱菌とか抗塩菌とか、菌には えといろいろな種類があ,のあるんですよね。えー、ものすごく温度が高いところでも、100度のところでも生きられる菌だとか、えー、例えば水銀の中でも、水銀とかの中でも生きられる生き物だとか、えー、そういったものをです、ね、極限環境生物とか、極限か環境微生物とかっていったりするんですけども、そういったもの、アーキアと言います。で最後、えー、が真核生,生物ですね。 はいえー、ロ,ボロ,ロボロフスキーハムスターの像も載せてますけれども、我々人も、えー、ジンベイザメも、えー、先ほどのフクジュソウも、えー、全部、真核生物に属します。真、は、核、いまあ、生物を除く他の生き物のことを幻覚、まあ、生物と言ったりもするんですけれども、まあ、そういった話については後々、えー、お話ししていきたいかなと思います、はいでえー。生き物が3つのタイプに分かれるよということで、えー、こういったふうに、えっ、ー、と、 生物から枝分かれして、新生細菌、アーキア、新核生物と、こういうふうに3つに分けるくくりのことに名前がついてまして、こういうのをですね、ドメインというふうに言います。はい。生物界を新生細菌、アーキア、新核生物に対別する分類階級ということで、これがひ一番大きな生物分類の階級と言えます。はい。 分類方法は次のスライドから示したいと思うんですけれども、一番ドメインというのが大きな括りだと思ってください。はい、で、まあ、系統分類してみようということでですね、先ほどの生き物の近い関係、遠い関係という類縁関係を系統をベースとして分類するということを、系統分類というふうに言います。で、この系統分類をする上での基本となる単位がありまして、 それを種というふうに言います。はい。英語ではス e ー i e ズというふうに言いますけれども、えー、種ですね。種ではなくて種です。この種って何というとですね、こちらは荒廃して子孫を残すことができる生物集団というふうに定義されます。はい。今終わって我々人というのがまあ種の名前なんですよね。えー、人と言っても、えー、今下に示してますけれども、めちゃくちゃ いろいろな分類,法あの分類の上の中の,トッ,プにあのトップというか、一番末端のくくりとして、人という生き物なんですよね。はい、まあ、他にはですねあの例えば霊長目だったら、他に猿とかもいるわけなんですけれども、猿とニホンザルと人は別の種なわけですよね。はいえー、ということで、まあ、そういった最、えー、基本分類の基本単位としては、種というものがあります。 で、ちょっと話は先に言っちゃいましたが、系統分類の単位としては、えー、こちらに太字で示しているものがあります。まず最上級の分類区分がドメイン。で、海、門、公、目、家、属、種みたいな感じですね。なんかこう言ってると、あの、なんかちょっとお、お祓いかなんかの、<laughs> あの、お経じゃないですけども、ノリとかなんかかなと思っちゃいますけども、違いますね。はい。えー ドメインから始まって、末端の階級としては主ということで、どん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 ちっちゃくなっていくということですね。細かい分類になっていくというところです。大枠、ドメインがあって、主に行くと。もう、まあ、ドメインっていうのはあんまり使われないんですけども、えー、開門項目家族種っていうふうに覚えちゃってください。開門項目家族種開門項目家族主。何回か言ってれば覚えちゃうと思います。もっと細かく分けようっていう方法もあるんですけども、 赤とか、えっと、アモクとかっていろいろと分け方もあるんですけれども、えー、ベースはこちらです。で、人というのをこの分類で考えていきますと、まずは、深刻生物ですよね。先ほどのドメインで言うと、我々は、えー、アーキアでも新生細菌でもないので、深刻生物。で、動物界、脊椎動物門、哺乳工。 霊長目、人か人族人というふうにどん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 分類がされていきますのでこういった分類方法にも慣れてください。でもう一つだけちょっと新しいお話をしたいと思いますけれども学名というものを博物館とか行ったら必ず目に入ると思うんですよね。なんか生き物の剥製、えー、があったとしてその下にこれは。 えー、日本カモシカで、えー、学名はなんだよみたいな感じで書かれていると思うんですよで。この学名って何なのよと、よくよく考えてみると、学名って何え英語なのと英語と学名の名前って何か違うのっていうふうに思うかもしれませんが、えー、別物です。英語では、ちなみに学名はサイエンティフィックネームというふうに言って科学的な名称というところですけれども、えー、これは 学問上における世界共通の生物の名称というふうに言,われあの言えます。ということで、学名は世界のどこに行っても通用すると、あのその分野に精通している人であれば、えー、どこの国に行っても、えー、なりあの分かってもらえるという名前ですね。は日本かもしかなんてて言ってもあの 違う国に行ったら分からないじゃないですか。でも、学名さえ言えばなんだよとかっていうふうに分かっていただけますので、え学名をあのできれば覚えてください。えー、これはですね、えー、学名は英語ではありません、えー。ラテン語で綴られます。ラテン語で、かつ、二名法という,う表記で、えー、表現されます、えー。二名法って何と、えー、二人の人が出てくるのそうじゃなくてですね、二つの名前です、ね、を組み合わせて、 えー、生き物の名前にされると。えー、二名法というのは、具体的に言いますと、族の名前と、何とか族ですね。この族です。俗名と、首相名ということで、何かの形容詞がプラスされるんですよね。はいまあ、これら2つを合わせて二名法というんですけれども、学名はラテン語かつ二名法で表現されます。なんかこう言ってもですね、 えどういうこと,とあの実際の具体例を見ないとわからないよと思うかもしれませんので、ここでは3つほど皆さんにえ学名の例をお示ししたいと思います。はい、えーまあ、いずれもいきあのあの植物なんですけれども、えー、ちょっと面白い名前のものを持ってきました。まず1つ目、つばきですね。はい、つばき油とかで有名なつばき、毎日皆さん食べる稲、お米の稲ですね。であとは、えー 春になって美しく開花するソメイヨシノ <laughs> はい、まあ、これら3つの植物ですけれども、英語はもちろんみんな違いますよね。例えば、稲だったらライスって英語で言いますけれども、そうじゃなくて、学名はですね、例えば、椿だとカメリアジャポニカ、稲だとオリザサティバ、ソメイヨシノだとプラナスイドエンシスっていうふうに一ったりします。 えー、みんな二名法ですよね。二つの単語がセットになってますよね。はい。まあ、こういうふうに学名というのは付けられます。で、ちゃんともちろん意味があります。あの、どちらにもね、俗名にも、首相名にもみんな名前に意味があるんですけれども、例えばですけれども、えー、椿の場合だと、カメリアというのは椿という、まあ、族なんですね。で、ジャポニカというのは日本のと、ね、ジャパンですよね。ジャポニカ学習場のジャポニカですよね。日本の椿と。 いうような意味ですね。カメリア・ジャポニカという。ということで、なんかすごい椿っていうのは、あの日本となじみ、あの関わり深い、えー、植物だというところですで。あとは、稲というのは、オリザーというのはもう米という意味ですね。で、サティバーというのは、えー、栽培した。なんかサティバーって栽培したみたいな感じで、もうなんか日本語もあの、ラテン語も似てるんですけども、全然違いますが、えー、オリザ・サティバで栽培した米と、形容詞ですね。 で、えー、ソメイヨシノというのは、パラナスというのは、えー、スモモという意味ですね。で、江戸演説の江戸というのはも、これ、江戸です。江戸時代の江戸。やっぱり東京ですね、東京で、えーまあ、開花しあの、発端としてはね、あの一番は起源としては東京ということで、プラナス江戸演説、江戸のスモもということで、ソメイヨシノというところになっています。まあ、パラナスの中でも、例えば他にも梅とかいろいろとあるんですけれども、 えーまあ、こういったところで、えー、学名調べてみると、意外と面白いかと思いますので、えー、ぜひ、えー、皆さん、あのー、頭の中にたなんか10個か20個ぐらいストックしておくと楽しいかもしれませんので、えー、学名を覚えてみましょう。はい、で、えー、ここでですね、ちょっと最後に、えー、ちょっと参考としてですけども、砕けた話をしたいと思います。えー、ドラえもんキャラが学名にというところでですね、 えー、実は先ほどの学名なんですけれども、つい最近、えー、ドラえもんのキャラクターが学名になったのがニュースになったんですけども、皆さん、ニュースでご覧になった方いらっしゃいますかね。もう書いちゃってるんですけども、えー、新恐竜の学名は伸びたいということでですね、えー、2020年の7月に新種の肉食恐竜の化石があの中国の四川省で発見されたんですよね。はい で、その新しく発見された新種の恐竜についてなんですけれども、えー、発掘したアーツグループの中国地質大学の新淳教授という方がいらっしゃるんですけれども、その教授がですね、この新恐竜の名前に、伸びたという名前を付けたんですね。はい、えー。どういうものというとですね、えー、エオブロンテス伸びたいというところで、意味としては、 このエウブロンテスというのは、あの、属名ですね。肉食恐竜のエウブロンテスという属があるんですけども、で、その上で、首相名に、伸びたい、伸びたのという言葉をつけたんです。えー、のびたじゃなくて、愛がついてるのは、これは、あの、人名プラス、えー、ラテン語の場合は、愛をつけることによって形容詞になるので、えー、のびたいというふうになったんですけれども、要は、のびたのエウブロンテスみたいな意味ですね。 すごいですよね、えー。日本のアニメのキャラクターが、えー、学名になってしまったと。えー、どうして、新、え、准、ー、教授は、の、えー、びたいっていう名前を付けたのかというとですね、なんか自分からすると、自分の名前を付けたいなと、新っていう名前を付けたいなと思う方もいるかもしれませんけれども、えー、どうしてドラえもんのキャラクターであるのび太の名前を、しかもね、ドラえもんじゃなくて、のび太の名前を付けたのかっていうのには理由があります。 それがですね、2020年8月に公開した映画ドラえものび太の新恐竜という映画があるんですけれども、えー、まあこちら木村拓哉さんなんかも声優として出てる映画なんですけれども、新恐竜。この新恐竜が発端なんですよ。で、この劇中の中で、劇中でですね、の、えー、び太くんが新種の恐竜に自分の名前を付けるみたいなそういうくだりがあるんですけれども、それを見ていたこの新純教授が、よし、じゃあ本当にのび太くんの名前を付けてあげようと。 いうことで,ですね新新、えー、新教授新教授授が新恐竜に伸びたいというう名名前を命名したそうなんですすごいですよね。こちらが実際の復元創造図なんですけれども、えー、めちゃくちゃのび太くんとイメージ全然違いますよね。のび太くん優しい子に対して、えー、肉食恐竜、エウブロンテスみたいな感じですごいんですけれども、まあでも、 この映画をご覧になった方はめちゃくちゃ感動したんじゃないでしょうかね。ドラえもんファンからするとですね、ああ、この映画が実際の,実際の科学をに影響したんだなというところで、えー、非常に有意義だったと思います。えー、またね、もし、えー、この動画、あのー、この新恐竜見たことない方はぜひ見てください、あのー。本チャンネルではですね、ドラえもんで学ぶ理科という講義も上げてるんですけれども、後々この、えー、映画についても取り上げたいと思います。 めちゃくちゃゃく生物を勉強する上で見て欲しいドラえもんってここまで、えー、科学的な内容に触れてたんだとちっちゃい子も見るのであのすごいふわふわした話かなと思う,かもいるしか思う方もいるかもしれませんがそんなこと全くないです大人が見てもしかもこの生物が好きなような人が見てもドラえもんっていうのは奥深いので是非時間がある時にご覧になってください はい。ということで、ここまで多様性だったんですけれども、生物の共通性について次話を移していきますが、一旦ここで皆さん休憩を取りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さんお疲れ様です。